マエストラーレ級フリゲートは、イタリア海軍のフリゲートの艦級。先行するルポ級フリゲートの発展型として、開発され、その後継として1983年から全部で発石、収益した。なお、各艦名はイタリア語における、各方位の風向を意味する。船体設計は、ルポ級のそれを拡大したものとされており、排水量にして500トン大型化した。 船系としては、監視に強い視野を有する中央線路船系が採用されており、船体は15の水密区画に区分されている。船体同様軽減のため固定式のフィンスタビライザーが一組搭載されているほか、水中放射雑音低減のためにプレーリーマスカーも設置された。なお、上部構造物は警報禁制とされた。指揮官もルポ級を踏襲して、 フィンカンティエリ系列のグランディ元リトリエステ社製の BL-230-20DVM ディーゼルエンジンとフィアット社のライセンス生産によるゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンによるコドック構成とされた。ただし、船体の大型化に対応してディーゼルエンジンは大出力化された発展型とされた。また船体が小型であったことから主機関は パラレル配置とされている。機関区画は、前方から補機室、ガスタービン主機室、歯車減速機室、ディーゼル主機室が配置されている。このコドック機関は、後により大型のミサイル駆逐艦であるデラペンネ、急においても踏襲されたが、こちらでは、主機関の出力が増強されたほか、シフト配置とされている。電源としては、 出力 780kW のディーゼル発電機を4機搭載しており、補機室とディーゼル主機室に2機ずつ配置されている。本級の装備はいずれもルポ級のものを踏襲、内視はそれを発展させたものとされている。C4Y システムの中核となる戦術情報処理装置は、正式名称は変わらず、マイナス2であるが、強化型の IP イン -20 に更新された。 レーダーとしては、前章の中段に、R、ランマイナス 10S が、また、環境構造物高端の水ん状に、R、ランマイナス 11L、X が搭載される。ランマイナス 10S は、S バンドを使用する対空、対水上捜索用レーダーで、最大探知距離は90回りである。一方、ランマイナス 11L、X は、長距離捜索用に L バンドを、 低空警戒用に X バンドを使用するデュアルバンドレーダーであるが、送信機はそれぞれ異なるものを使用している。ソナーとしては、アメリカ合衆国レーセオン社のデセン1 6 4が搭載される。これは、船底装備式のデセン1 6 0バイトと、可変深度式のデセン1 6 3を統合したものであり、可変深度ソナーの釣り下深度は600から900メートルとされている。 武器システムは概ねルポ級のものを踏襲しているが、対戦火力を増強するため、A184 四両用魚雷のための 533mm 魚雷発射管が追加された。また、股間防空ミサイルシステムは、ルポ級では、アメリカ製のシースパーローアイビプドムズが採用されていたのに対して、本級ではこれを元にした国産のアルバトロスとされ、その8連装発射機の装備位置も、 環境直前の線路前端部とされている。方向兵器としては、ルポ級と同様に、オートメラーラ射程 127mm コンパット砲1機と、ブレダ射程 40mm 連装機銃が2機、搭載された。前者は、ナマイナス30アンペア射撃式装置による統制を受けており、これは射撃式レーダーとして RTX-30X と、これを補完する。 光学砲違反として、OG-30 と連接されている。なお、RTX-30X は、股間防空ミサイルの誘導にも用いられる。一方、後者は、RTX-20X 射撃式レーダー、及び、MM59 補助光学砲違反と連接されて、近接防空用のダルドシステムとして構築されている。電子戦システムとしては、 電子攻撃と電子戦支援の両用器であるエレクトロニカ射性ニュートンラムダ電波探知妨害装置が搭載された。またこれと連動するチャフフレア発射器としては1 0 5ト、mm、ル合計20連装の多用途発射器であるスクラーが煙突両脇の01カンパレベルに1機ずつ搭載されている。船体の大型化に伴って 航空偽装も強化されており、ハンガーはより大型の固定式のものとされた。これによって艦載機は2機に増加している。ヘリコプター艦艦は長さ27メートル幅12メートルを確保した。本級はルポ級、アルティリエレ級と共に、イタリア海軍のフリーゲート戦力の一翼を担い、艦隊のワークホースとして活躍してきた。しかし老朽化と防衛予算縮減に伴い、 2013年以降、次世代のカルロ・ベルガミにーに旧フリゲートと入れ替わりで退役する予定である。2012年のジェーン氏及び世界の感染者の報道によれば、近い将来、2隻の退役艦がフィリピン海軍に売却される交渉が行われていたが、フィリピン政府が国際入札による護衛艦の心臓を決心したため、交渉は白紙となった。 2013年7月8日、フィリピン政府は入札に先立ち AFP 通信を通じて記者会見を開催し、イタリア政府に対してマエストラーレ Q を心臓するならば、護衛官として心臓される2隻を購入する胸のラブコールを送っている。ありがとうございます。